こんにちは、夢高ナビゲーターの平井由美です。今回ご紹介するお店はこちら、ビアードパパです。オープン以来大人気のお店です。いい香りがしてきましたよ。それでは週刊夢高ナビスタート。週刊夢高ナビ、やってきたのは夢タウン高松1階のビアードパパ。食品売り場の前に先日オープンしたお店です。ビアードパパはどんなお店なんですか？はい、いつでも出来たて作りたてにこだわったシュークリームの実演販売を行っております。作っているところも見られますもんね。楽しいですよね。そうですね、その中でもおすすめを教えてください。はい、当店の定番のパイシューとなっております。ではそのパイシュー、カスタードですよね。はい、そちらを一つお願いします。はい、パイシューカスタードはビアードパパ一番人気のシュークリーム。店内で焼き上げたパイシュー生地にたっぷりのカスタードクリームを入れて、注文を受けるたびに一つ一つ丁寧に作っています。では出来たてほやほやをいただきます。おいしい。サクサクっとした食感なんですけれども、中はしっとりもっちりしてるんですよ。カスタードもとろけますよ。バニラビーンズの香りもふわっと口の中に広がって本当に美味しいですよ。もうこれは出来たてだからこそですよね。マダガスカル産の高級バニラビーンズを使っておりますので、オリジナルのカスタードクリームとなっております。本当にとろけるようなカスタードクリームですよね。はい、そうですね。今食べていただいたのがパイシューなんですけれども、他にもクッキーシューやパリブレストという生地がございます。クッキーシューはクッキー生地を乗せて焼いており、外がサクサクっとした食感になります。パリブレストは中がもっちりとしてソフトな食感を味わえることができます。ビアードパパには定番のカスタードクリームの他に、期間限定の特別なクリームがあります。現在はゴールデンパインのクリームを販売しています。一体どんな味なんでしょうか？こちらはクッキーシューで作っていただきました。いただきます。クッキーシューはパイシューと違ってサクサクではなく、カリカリっとした食感で、あとこのゴールデンパインが甘酸っぱくて、あのヨーグルト風味ととっても合いますね。香りがよく甘酸っぱいゴールデンパインとヨーグルト風味を加えたさっぱりとした味わいを楽しむことができます。毎月期間限定でいろんな商品を発売しております。7月31日までがゴールデンパイン、8月からは塩バルヤも発売しますので、どうぞお楽しみにしてください。毎月新しい味が楽しめるのは嬉しいですよね。その塩バニラも気になる。最後にこちらをご紹介。ビアードパパ自慢のパイ生地を使ったシューラスクです。カリッカリの食感は癖になる美味しさですよ。ぜひ食べてみてくださいね。それではここでお店のお得な情報が丸分かりの夢得タイムのお時間です。明田さん、夢得1、ビアードパパのポイントカード、8月の日はポイント2倍になります。5ポイントにつきパイシュー1個と交換になります。30ポイント貯まりますとオリジナルグッズとしてマグカップと交換になります。ぜひお集めください。それでは夢とくんに、はい、毎年8月8日はパパの日となっておりまして、パイシューが100円となります。年に一度のこの機会、ぜひお立ち寄りください。ビアードパパの作りたてシュークリーム、おいしいよ。